はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はダウンロードコンテンツ第1弾で出てきましたレベル上げ場所行ってみようと思います。場所はここですね、ピラミッドです。ここがね結構美味しいんですよね。とにかく行きます。このピラミッドですけども6つの部屋に分かれてまして、出てくる敵が全て違います。で経験値ですけどもあまり変わりはないです。1に行っても6に行ってもそこまで経験値に差はないので、まあ自分が欲しいアイテムの場所に行くといいと思います。ここで出てくるアイテムですけども、このアンクですね、ケルセト、セト、イシス、オシリス、アヌビス、バステト。まあ、セトと、ケルセトあたりがいいんじゃないかな。この二つぐらいを狙っていけばいいと思います。第5と第6ぐらいかな。そのあたりです。はい。で、第3には行かない方がいいです。第3霊廟は、状態異常攻撃をしてくる敵がめちゃくちゃ出るんですよね。なので戦いにくいです。なんで3以外だったらまあどこでもいいかなと思います。はい、まあ、とりあえず今日は、6に行こうかな。うん、第6に行ってみようと思います。こっちか、行きます。それでは第6の霊廟に行きましょう。第6の霊廟が、でかい敵が多いんですよね。あ、1体だけか。基本的に2体出てくるやつが多いんですけども、うん、まあでかいやつが多いです。で一撃にはね気をつけなきゃいけないんですけども、まあ大丈夫かな。多分1が一番弱くって6が一番強いようには作ってあると思います。うん、でも俺は6とかでも全然戦いやすいかな。本当にね3がめちゃくちゃ戦いにくいので3だけは注意してください。確か3だったと思う。あそこはね本当にやりにくいんで。で1体だったらば確かそんなに経験値はもらえないよね。うん、まあまあでも多めですよ、結構多め。1体でも多めだけども2体だったらすごいです。1体で、34,000、うん、そんなに HP も高くなくって34,000もらえるので結構美味しいですよね。でやっぱり迷宮と違ってロードにそんなに時間かからないっていうのがすごくいいところだと思います。まだ攻略のパーティーがね定まってはないんですけども、うん、もうちょっとうまくいけるようになると、あーそうね、早くはなってくるかな。まだちょっとねこの周回パーティーが定まってないのでちょっといまいち感がありますけども、まあ最終的にはガンガン行こうぜの応答戦闘でなんとかしていきたいというところです。はいはいはい。でもダストンはねこのスタンショットがすごくいいので入れた方がいいかなと思います。うん、火種が結構でかいんですよこいつだって。なのでスタンとか麻痺とかそういうのがものすごく有効ですね。で今回は3体倒して、72,990、めちゃくちゃ美味しいですよね。これが、1つの階層に何体ぐらいいるかな、6体か7体いるんですよ。そいつらを倒せるので美味しいです。んで、オンラインと違って、週1回じゃないので何回でも入れるので、まあレベル上げはここがやりやすいから、まあただオート戦闘じゃないとちょっときつくなるので、そのオートでいけるようになるパーティーを、あと装備で、ね、装備なんかを見つけるっていうのが大切かな。うん、まあ周回できるようになったらまたねちょっと放送していきたいと思います。うん、これ6をねオートでいくのはちょっと難しいかな。1だったら多分オートでいけそうな気はするんですけどね。
で、こいつが、6階層の一番強いやつかな。勝利を目指して、まあ、通行をもらえば一撃でやられると思うんですけども、まあ、通行もらわなければいい。いやー、難しいか。難しいか。それはそれで難しいけども。まあ、とりあえず、攻撃力を下げて、で、さらに、敵を転ばせていく感じでいきたいと思います。まあ、盾スキルとか使っていけばいいんでしょうけども。まあ、それじゃあちょっと、討伐スピードが遅くなるので、HP は低いんですよ。HP 低い。なので、そこまでね、注意することはないかもしれないですけども。OK。次のアンルシアで倒せるかな。まだか。出た。おーおお、まあまあ耐えれる耐えれる。で、6階層の一番強いやつを倒すと、76,000。うん、1体倒してこの経験値だからめちゃくちゃ美味しいです。そして全て倒しましたらば、アイテムがもらえます。まあ、オンラインと同じですね。第6が何だったっけ？第6が、ケルセトだったっけ？あ、第6が瀬戸ですね。攻撃力が上がるやつです。はい、ということで今日はダウンロードコンテンツで実装されました最高のレベル上げ場所、ピラミッド、行ってみました。とにかく敵が強いので、装備をしっかり揃えて、で、あと、レベルもある程度上げてから挑むようにしてみてください。1階層ぐらいだったら、そこまで強化しなくても倒せそうな感じだとは思うんだけどね。で、レベル70ぐらいだとしても、1時間フルで回れば、10近くレベルが上がりますので、まあ、ぜひここでね、99まで頑張っていきましょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。